今回は煩悩をテーマにクイズを出題します。心が綺麗な人だけが正解できるクイズです。全年齢対象の内容ですのでご安心ください。準備はよろしいでしょうか。第1問、男性が女性にはめるものってなんだ。暗い場所ではめるのが定番ですね。女性は嬉しいと思います。正解発表。正解は結婚指輪。第2問、ビンビンに立つほど感度が良くなるものってなんだ。女性でも立つものです。毎日の生活に欠かせないものです。正解発表。正解はアンテナ。第3問、体の一部で興奮するほど大きくなるものってなんだ。大きくなると魅力が増すそうです。交感神経が刺激されて大きくなります。正解発表。正解は瞳孔。第4問、成長につれて皮がむけたり毛が生えたりする棒状のものってなんだ。かぶりついて食べることもあります。皮と毛は避けて食べます。正解発表。正解はトウモロコシ。第5問、魅力的な女性といるとすぐに立ってしまうのはなんだ。魅力的な男性でも立ってしまいます。何回いても立ってしまいます。正解発表。正解は時間。いかがだったでしょうか。あなたの心は綺麗でしたか。それとも汚れていたでしょうか。面白いと思ったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。